ちは。よろしくお願いします。じゃあ入りにくかったですか？いや結構そうですね、初見で一人だったら割と勇気いるかもしれないです。そうですよね。で、まあ、ここの場所になんかこう何でしたかっていうと、はい、まあ、こうついでに来るようなお店じゃなくて、はい、わざわざこう見つけてもらって探して、まあ、本当に服好きとかが集まる場所にしたいなっていうのがあったっていうのと、一応前働いてた場所も中崎町だったんで、ああそうなんですね。はい、近くっていうのもあって。そういうのもあってここにこの場所にしたっていう感じですね、うん、なんかアパレル業界、はい、結構昔からおられるんですか？そうそう、アパレル自体はもう10年近くになります。なるほど。もともとはその大学生ぐらいの時にスナップとか読者モデルとか、はい、まあ、ちょっとしたこうなんかランウェイみたいなのが、ちょっと簡易なやつとかなんですけど、はい、あったりしてて、まあ、そういうのをこうやっていくうちに服が好きになって、はい、で気づいたら服屋で働いてたっていう、じゃあもうどっぷりアパレルで、はい、どっぷりアパレルです、はい、なんかこう大人の服選びってちょっと難しいなって最近感じてて、はい、なんかあんまりこう子供っぽくなってもなみたいなところとかもありますし、はい、こうちょっと決めすぎてもなみたいなのがこう自分の中で結構あって、はい、なんかこう大人でもこういい選び方みたいなのがあったりしますか？個人的にはなんかこうカジュアルすぎない、はい、カジュアルとこうモードというか上品なアイテムの割合が大事かなっていうのは思ってます、うん、例えばなんですけど、はい、こうデニムを選ぶにしろ、はい、なんか普通のデニムと違ってこれっていうのはコットン100じゃなくてテンセルっていう、まあ、はい、素材が入ってるんですけど、はいはい、まあ、それによってこう光沢感があったり、うん、履いてみたら一番分かりやすいんですけど、はい、これもこうデニムじゃなくて履くとスラックスに見えるんですよ。でもまあ実はデニムっていう、うん、だからそういう風になるとなんかデニムを履くにしろこういうのを履くだけでちょっと大人っぽく見えるというか、うん、上品に見えるのかなっていうのは思います、うん、いやそうですね、結構すごい上品ですねそれ、はい、あとは結構寒くなってきて、はい、ちょっとニットとかもこう見出していったりしてるんですけど、はい、なんかこうニットとかも結構選ぶの難しいなと思ってて、はいはい、なんかこう選び方の基準みたいなのがあったりしますか？あ、ニットっすよね。ニットだとなんかハイゲージのこういうニットとかは、はい、まあ、割とタイトめなサイズ感とかで着てもらった方がまあかっこいいのかなっていう、うん、でこうローゲージのなんかこういうニットとかだと、はい、まあ、ざっくりめにゆったり着て、はい、とかでかっこいいと思います。なんか、うん、こういうパンツにさらっとこの感じとかでも、うん、かっこいいですね、はい、ただなんかこうかっこつけすぎずというか、うんうん、リラックスしてる感じにはなるんで、まあ、程よくこう大人の方が着てもかっこいいのかなっていうのは思います、うんうん、あとはシルバーアクセサリーとかもあるんですけど、はい、シルバーアクセサリーは、はい、うちで言うと全部ヴィンテージのジュエリーでやってて、はい、まあ、ヴィンテージなんでこう、まあ、一点物っていうのと、はい、まあ、あとはもう本当に価値が変わらないっていうのがすごいメリットで、うんうん、まあ、本当に服と違って毎日身につけれるものなんで、はい、まあ、個人的にはこう多少値段が高くても本当にいいものを身につける方が、うん、まあ、箔もついていいのかなっていうのは思ってます、はい、エルメスのリングも、はい、ヴィンテージのエルメスのあ、そうです、これもヴィンテージエルメスで、はい、まあ、エルメスとか、まあ、この辺のこのヴィンテージのものになると、はい、あのこの年代ってメンズが男性の方がジュエリーをつけたりしない時代で、うん、もう全部女性の方しかジュエリーっていうのを身につけてなくて、はい、なんで基本的にこう小指サイズというかピンキーリングになるんですけど、うん、なんで、まあ、こういう年代物のエルメスで人差し指に入ったりとか親指に入るようなサイズ感になると値段も本当に2倍とか3倍になったりするぐらい価値がこうあるんで、はい、まあ、そういうちょっと面白いストーリーもあります。うん、はい、近くに
もう1店舗あるってお伺いしてるんですけど、はい、そっちもこのお店と置いてるものって結構違ったりするんですかね、はい、あそうですね、向こうはサロンと古着屋店なので、はい、よかったらじゃあ行きますか。あ、お願いします、はい。結構この辺りってあんまり来ることないんですけど、はいはい、なんか何を目的に来られてる方が多いですか、ここって。やっぱ中崎町なんで、はい、基本的にはやっぱカフェとか古着屋さん目当てで、うんうんうん、まあ、来られる方が多いのかなっていうのは思いますね、はいはいはい、あとは、はい、小鉢カレーっていう、はい、結構有名なカレー屋さんがあるんですけど、はい、まあ、そこの社長さんとも僕は交流があって、はい、で服屋のデザイン、服をデザインしてるデザイナーさんなんですけど、はい、が作るカレーっていう、結構面白くて、でシャンプーハットの哲司さんとかも行かれたりしてて、あ、そうなんですか。芸能人さんもちょくちょく行かれてるみたいで、結構有名なんですね。はい、そこ目当てで調べて来られる方も多いです、はい、結構でもこの辺ってあんまり飲んだりするところはないイメージですよ。はい、そうですね、飲むところはあんまりない、この辺はないんですけど、はい、まあ、ちょっと歩いて徒歩10分ぐらい歩いたら天満に着くんで、はい、あ、もうそんな近いんですか。はい、だから飲むってなったらもう天満まで歩いて飲みに行って、うん、で、まあ、カフーさんっていう天満の、はい、まあ、飲み屋街のところにある焼き鳥屋さんがあるんですけど、はい、もうそこがもうめちゃくちゃ美味しくておすすめです、もう今度行ってみます。はい、ぜひ行ってみましょう。一応こっちが、2階が古着屋になってて1階は美容室になってるんですけど、はい、まあ、古民家を、まあ、改装して、まあ、そのちょっと古民家の空間を残しながら、はい、まあ、サロンと古着屋っていうでやってますね、うん、でも本当にこれすごい落ち着く空間ですよね。ありがとうございます。でも美容室と古着を一緒にって結構あんま聞かないですよね。はい、まあ、向こうのところで服屋やってる時からずっと、まあ、その前からもなんですけど、はい、まあ、頭ヘアスタイルまで込みで、まあ、すごい服って大事やな、スタイリングって大事やなっていうのはずっと思ってて、はい、で、まあ、嫁がフリーランスでずっと美容師で働いてて、はいはい、まあ、それまで結婚したタイミングで、あ、それやったら、まあ、トータルコーディネートでちゃんとこう頭の先からその足の先までコーディネートできたら一番、まあ、こうお客様を幸せにできるというか、うん、まあ、理想かなっていうのもあったんで、うん、まあ、それでオープンしたのも一つと、はい、まあ、向こうで服屋やってて、まあ、どうしても値段帯がまあ安くはないんで、うん、まあ、それでこう物は気に入ってるけどちょっと高くて買えないっていう、まあ、学生さんとか、まあ、そういう方もすごいいっぱい見てきたんで、まあ、それだけでこうファッションを諦めたりするのはすごいもったいないなっていうのもあって、まあ、そういうのでこう上は古着屋にして、まあ、値段帯もちょっとこう買いやすい値段帯で本当にこうおしゃれになったりかっこよくなったりして人生変えれたらいいなっていうので、まあ、こっちの店はそういうのをコンセプトにしてこうやったっていう、はい、あ、やっぱりこうちゃんと思いがあって作られたんですね。はい、やっぱりその入れ墨とかもこう何か思いがあって入れられたんですか。そうですね、まあ、初めて入れ墨入れたのがこの船なんですけど、はいはいはい、まあ、独立するっていうのを決めた時に、はい、まあ、もう後悔をしないっていうのと、まあ、後悔で船でかけてこう入れてたりとか、はいはい、まあ、これからこう長い人生の中で荒波にこう向かっていくとか、はい、まあ、僕なりこうそういういろんな意味を込めてなんか入れていってます、はい、うん、あと他で言うと、まあ、この13とかも、はい、まあ、たまたま僕誕生日が13日なんですけど、はいはい、まあ、それだけじゃなくて、まあ、こう最後の晩餐に参加してた人数が13人とか、はい、まあ、の死刑囚が上がっていく階段が13段とか、はい、まあ、不吉な数字なんですけど、はいはい、まあ、それをこう今入れることによって、はい、まあ、今がこう常にアンラッキーというかここからも上がっていくしかないっていうのも、はい、まあ、意味になってたりとか、うん、まあ、もうめちゃめちゃ痛かったですけど。すいません、今日はありがとうございました。お仕事ありがとうございました。いや、でもこう宇都宮さんのいろんなライフスタイルだったりとか、はい、なんかこう持ってる芯みたいなところがちょっとお伺いできてよかったです。いいえ。じゃあちょっとこれ皆さんに聞かせていただいてることなんですけど、はい、
あなたにとってかっこいい男とは？自分に嘘をつかない男ですかね。